皆さん、こんにちは。2023年4月、休養宣言をした多田修平さんでしたが、早くも復帰することを SNS で公表しました。同年5月12日、東京オリンピックの陸上男子 100m 代表の多田修平さんが自身のインスタグラムを更新し、来年行われるパリオリンピックに向け再出発をすることを表明しました。4月16日の出雲陸上では10秒56で6位という成績でした。同月29日の織田幹雄記念では10秒68で予選落ちを喫するなど、本来の姿とはかけ離れた成績に終わっていました。自身の SNS で少し休みますと休養宣言していた26歳の多田修平さんは、5月12日には気持ちが切れた当初はもう少し休もうかなと思ったのですが、1-2週間しっかり休んだ結果、走る意欲が湧いてきたので、パリオリンピックに向けてまた一から頑張りたいと思いますと心新たにスタートを切ることを誓いました。多田修平さんは追い風参考記録ながら9秒94と9秒台をマークした経験がある日本屈指のスピードスターです。そんな彼の完全復活を期待したいところです。イケメンアスリートとして人気の高い多田修平さん、結婚をしているのかしていないのか、彼女はいるのかいないのかと気になっているファンが多くいるようです。多田修平さんの歴代彼女は誰なのか、吉岡里帆さんとの関係や結婚についての話題などを調査しました。多田修平さんは1996年6月24日生まれ、大阪府東大阪市の出身です。陸上競技は中学校時代から取り組み始めました。中学校時代の記録としては平成23年の第65回大阪中学校総合体育大会陸上競技の部にて男子 100m 決勝において11秒52で5位に入賞した記録が残っています。2012年に大阪桐蔭高等学校へ進学しました。高校時代は3年時2014年度の第67回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会に出場し、決勝で10秒78のタイムで6位となった記録があります。2015年に関西学院大学へ進学しました。大学進学を機に記録が向上するようになり、関西学生陸上競技対抗選手権大会では大学1年時の男子 100m で1年生ながら10秒43の記録で優勝しました。翌2016年の関西インカレ男子 100m でも10秒33の大会新記録を記録して連覇を達成しています。2017年に入ると大阪陸上競技協会が主催するアメリカ合衆国遠征に参加し、その際にアサファ・パウエルと合同練習し、スタート姿勢や肉体改造の筋力トレーニングなどのアドバイスを受けたといいます。同年5月21日のゴールデングランプリ川崎男子 100m に出場すると、ジャスティン・ガトリン、ケンブリッジ・アスカ、サニブラウン・アブデル・ハキームなどのスター選手を向こうに回し、好スタートダッシュを決めて疾走10秒35のタイムで3着に入選しました。その際にガトリンから素晴らしいスタートを切った男がいて驚いたと称賛を受けています。現在は住友電工の陸上部に所属しています。子供の頃からとにかく走ることが大好きで、小学校の運動会でも常にリレー選手に選ばれていたのだそうです。小学生の時は足の速い男子がモテますし、このルックスですから当時から相当モテたでしょう。そんな多田修平さんですが、現在はまだ結婚していません。25歳はまだまだ遊びたい時期かと思いきや、周りでは結婚する友人も出てきているようで、結婚式で感動したことをツイートしていました。最近まではコロナ禍の影響で巣ごもりデートでマスコミに見つからない間に電撃入籍ということも多いですし、友人の結婚式に触発されて突然の結婚発表ということもないとは言い切れません。とはいえ今はオリンピックに集中する時期なのでしょう。多田修平さんは2019年3月に関西学院大学を卒業してから住友重工に就職したタイミングで一人暮らしを始めたようです。そんな多田修平さんがこんなツイートをしていました。一人暮らしって寂しいねんな。このツイートに対し彼女作れなどのコメントが多数ついていました。イケメンの多田修平さんがこんなツイートをしたら女性からバンバン DM が来てしまいそうですが、もしかしたらそれが狙いだったのでしょうか。とはいえこのツイートは真剣にそのような思いに至ったようです。
さらに多田修平さんがキッチンで女性と笑っている写真がアップされ、彼女という声もありました。しかしこちらの女性は陸上合宿の料理を作っているスポーツ合宿シェフ、出張シェフをされている正岡千佳子さんという方で、彼女ではありません。ツイッターにはたくさんの料理がアップされています。こんな美味しそうなお料理を作ってくれる彼女がいたら最高でしょう。さらに多田修平さんのインスタグラムを見てみると、吉岡里帆さんと楽しそうに走っている写真が投稿されていました。写真を見るとなんとも嬉しそうな多田修平さんの笑顔が印象的です。こちらは2018年7月号の文藝春秋で対談した際の写真だとのことです。最初見た時勘違いしたファンが続出しました。もちろん多田修平さんと吉岡里帆さんは単なるお仕事で対談しただけのようですが、スポーツ選手が突然芸能人と結婚したり熱愛報道が出たりするのは、こういう対談のお仕事がたくさんあるからなのかもしれません。多田修平さんのインスタグラムを覗いてみると、女性が写っている写真はほとんどなく、あったとしても合宿などチームメンバーと写っているものばかりです。イケメンで彼女がいるのか注目されているからこそ、関係のない女性の情報を出して疑われるのを避けているのかもしれません。というかわざわざプライベートを公開するまでもありません。東京オリンピック男子陸上 400m リレーで第一走者を務めた多田修平さん、素晴らしいスタートダッシュだった多田修平さんは住友電工に所属しています。多田修平さんの年収や仕事内容、これまでの成績についてまとめました。多田修平さんは2019年に住友電機工業株式会社に入社しました。2021年8月現在、入社3年目で25歳の社員である多田修平さんの年収は500万円くらいではないでしょうか。多田修平さんはテレビ番組への出演でのギャラ収入もありますので、実際の年収は500万円から1000万円ほどではないかとされています。週刊フラッシュによると、陸上選手のテレビ番組出演料は次の通りでした。桐生祥秀さんは25万円、山縣亮太さんは25万円、ケンブリッジ飛鳥さんは20万円、サニブラウン・アブデル・ハキームさんは15万円、多田修平さんのテレビ出演のギャラも20万円前後だと考えられます。また多田修平さんが大きな大会で優勝すれば報奨金などが住友電工から支払われるはずです。オリンピック選手といえばもっと多くの収入があるのかなと思ったのですが、陸上選手は堅実な収入であることがわかります。多田修平さんが勤める住友電機工業株式会社の本社は大阪にあります。多田修平さんはどんなお仕事をしているのかははっきりしませんが、芸能事務所にも所属しています。多田修平さんは住友電工でのお仕事は広報活動である可能性が高いでしょう。ここからは多田修平さんの過去の陸上成績をまとめてみました。2017年、世界陸上競技選手権大会 4×100m リレー日本代表を務め3位、世界陸上競技選手権大会 100m 日本代表を務めています。2018年、アジア大会 4×100m R 日本代表を務め優勝を飾りました。2019年、世界陸上男子 4×100m リレー3位でアジア新記録、日本新記録を打ち立てました。あと日本選手権 100m 5位、世界リレー2019横浜大会男子 4×100m リレー日本代表を務めました。2020年、日本選手権室内路 10m で優勝しています。2021年、日本選手権室内 60m で優勝し大会新記録を打ち立てています。多田修平選手はこれまでにも優秀な成績を収めてきたことがわかります。いかがだったでしょうか。今回は多田修平さんの私生活を中心に見てきました。東京オリンピックでは男子陸上 400m リレーで悔しい思いをしました。休養宣言から明けて、私自身の一番の目標はパリオリンピックであり、そのために今の時期から基礎的な練習を積まないと間に合わないと考えましたと、日本選手権を見送って現在練習に臨んでいます。今後の多田修平さん活躍に期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。